馬の町として知られる栗東市で今日、地元の児童らが馬と触れ合う体験をしました。この体験会は JRA 日本中央競馬会が全国の小学校を対象に行っていて、今日は地元栗東市の葉山小学校で開催されました。これ早かった。市内にトレーニングセンターを持つなど、馬の町栗東のキャッチフレーズがつく栗東市ですが、地域に住みながらも馬に関わる機会がない子どもたち、今日は1、2年生およそ100人が競走馬として活躍していたサラブレッドやポニーと触れ合う体験もしました。かっこいいと思いました。ふわふわな感じとか楽しかった。すごくあったかくて、太ももとか触るとすごく震えたり、気持ちよかったです。このほか競馬場へ馬を運ぶトラックを見学するなど、普段あまり目にすることのない馬に関わる道具の数々に、子どもたちは終始興味深い表情を見せていました。